ソウ自動車は大韓民国の純大手自動車メーカー。株式の70%はインドのマヒンドラマヒンドラが保有。英賞はサイヨングモーターカンパニー。漢字表記はソウ自動車。日本語ではソウのほソウ流とも表記される。国内向けも輸出向けもソウブランドを名乗るが韓国国内では S, S をモチーフにした CI マークを採用するのに対し、輸出向けはシカヤとと中井の角を連想させる CI マークを採用する。これは、世界的に見ても珍しいケースである。1954年、川藤館が、ソウル特別シアサウラ区で、川藤館自動車製作所創立。朝鮮戦争停戦後の復興で制御になる。1963年東方自動車工業を、 九州合併し、川島間自動車工業株式会社として改組 UD トラックス製、リアエンジンバスのノックダウン生産を手掛け、1966年頃から、ブルネー、南ベトナム等へ輸出開始。1967年新進自動車と業務提携し、乗用車市場にも参入。1974年 AMC と提携し、在韓米軍。 韓国軍向けジープのライセンス生産に着手。1976年消防車など特殊車両の生産を開始。1977年東亜自動車に社名変更。1979年主生産工場を軽軌道平沢市に移転。1983年 KH-7CJ-7 型ジープや、 乗用車コランドを生産していた富山市の巨和を吸収合併し、業務を拡大した。1986年、総流グループに買収され、現社名に変更。1993年、イノベーション宣言の下ムッソー、イスタナ、新型、コランド、チェアマンと、ヤツギバヤに新車を投入したが、過剰投資とグループ内部の対立から、経営状態が急速に悪化した。 1997年乗用車部門と大型車両部門を分離。前社はダイウグループに経営権が譲渡され、ダイウ自動車の一部門になった結果、2000年にダイウグループが経営破綻するまで一時的に送流ブランドが消滅する。労働葬儀も多発し、1999年にはロックアウトも完工された。その後しばらく、 メインバンクの管理下に置かれていたが2004年に中国の上海自社が株式の49%を取得し参加に収めた。しかし主力の北米向け SUV 輸出の急激な縮小から経営が再び悪化。2009年1月9日自主債権を断念しソウル中央地裁に法廷管理を申請。民主労働党進歩新党の支援を受けた。 ローソ約500名は政府に対して直接交渉と従業員の地位保全等を求め5月29日から平沢工場に立てこもったが8月4日に機動隊が突入し強制排除された2010年11月23日インドの自動車メーカーマヒンドラマヒンドラ社が5225億ウォンで送流自動車を買収する契約を締結 これによりマヒンドラは総流自動車の株式の70%を保有することになった。総流自動車には債務があり、売却代金だけでは債務返済を賄えないが、不足分の約700億ウォンについて、債権団は2011年1月に債務免除に応じるか否かを決定する予定。2012年10月3日、マヒンドラマヒンドラは10月17日に、 デクストンをインドデビューさせると発表した。製造はマハーラーシュトラ州茶館にあるマヒンドラの工場にて行われる。これにより、ソウリューブランドがインド市場に上陸を果たすことになる。2019年12月、ソウリュー自動車は韓国政府と産業銀行に借入金の返済延長と新規資金支援を要請。これは11四半期連続で赤字を計上している。 中で、2020年上半期に満期を迎える、借入金の償還に充てることが目的。なお、政府側は株主であるマヒンドラグループの追加増資と構造調整が行われてこそ支援の議論できるとして、結論を先延ばした。2020年12月21日、企業再生を扱うソウル改正裁判所に二度目となる構成手続きの開始を申請したと発表した。 2021年にかけて、アメリカの自動車流通会社であるホーオートモーティブ社が、マヒンドラに対して、買収交渉を行ったが、同年4月には決裂した。米 AMC、後に、ドクメルセデスから、エンジン等の技術供与を受け、SUV を中心に製造、販売していた。1990年には、A パンサーを買収して、スポーツカーにも進出したが、ごく少数に止まった。 韓国国内では他の旧大雨系自動車メーカー同様、大雨自動車販売が流通を担当した。日本では2007年頃まで GM ダイブ、マティスの代理店オートレックスが輸入していたが、ほどなく中止された模様。香港では現行者のみを挙げています。その他絶版社等は下記のページを参照されたい。ありがとうございます。